渡辺真由推しです。今回もね BO3 をプレイしたいと思います。ゲームモードはチームデスマッチで、マップはメトロになります。スペシャリストはファイアブレイクでピュリファイアでね、頑張ってみたいと思います。メトロもね、 YouTube にまだプレイ実況動画1本もアップしてないんで、今回が初めての投稿になります。メトロ面白いんでね、結構広いんだけど結構好きでね、武器どうしようかな。万能を使ってみるちょっと考えてからがいいね、これ。万能を使ってみるか。今回ね、大技7で万能で頑張ってみたいと思います。はい、頑張るぜー。この桜のブリーズメッセかっこいいでしょ、これ。こうアタッチメント、あのサイト1種類、アタッチメント5種類の万能で50キルするとこのブリーズメッセ解除されるんでね、これ。おお、面白いね。何キルできるのやら、果たして。こっから来るよ、これ絶対ね。いるでしょ。はい、だあららら、今中に逃げちゃった、これ。あらら、全然キルできんぞ、これ。どうしたこった。これだと、こっからでいいのかな、これ。裏取りするんであれば。万能だったらちょっと距離置いた方がこれいいと思うんだよな、これ。あらら、敵強いな、これ。結構新兵ばっかり揃ってるんだけど、これ負けたらちょっと恥ずかしいで、これ。全然キルできてねえが、サプレッサー使ってんだよな。あらら、ダメだよこれ、調子悪いよこれ。新兵だから、新兵相手だからって言って、あの舐めてかかると痛みなのかな、これ。サプレッサー使ってるから、これあれだな、前作の AW みたいに、あのパラボラマイクっちゅうやつがないんでね、あれがあればサプレッサー使ってる敵も居場所もつかめるっちゅうことなんだけどね、これ。これだとこれいいよね。分かった分かった。ああ、いた、2キル。敵強いな、これ結構。9の5、新兵にしては結構やるよこいつら。油断してるとやられるよこれ。あ、仕留めた。ピューファイアオンラインしようか、これ。ピューファイアオンライン。あ、次だかな。ダブルキル、マイワシが。20キロちょっと頑張ってみる、眉押しが。あぶあぶ、うまい、強いな新兵君にしては。新兵にしてはやるわこいつら。うん、サップ使ってるんで結構手強いかもしれんぞこれ。あららら、もう慎重にいかねば勝てないよこれ。 UAV 固まってね、これパーティーかな、これな。逃がさんぞ、あ、これ今いたな。あ、こいつらパーティーちゃう、これ。固まってるよ、これ。
このプレイヤーさんたち。まあいいんだけどね。あららら、やっぱこのウォールランチューズやらない方がいいよこれ。うん、これやると不利なんだよこれ。ほとんど使わないんだよあれ、あんまり。あ、味方がびっくりした。10キルか、ピュリファイヤー。中で戦ってないね、あんまりね。ピュリファイヤーオンライン。あ、こういうの、あー、もったいないな。10キルかよ。敵強いねこれ、新兵にしては。17キルやってるぞもうこれ。やるよこいつら。ちょっと俺もバンバンとつって頑張ってみようこれ。12キル、20キルぐらいちょっとね行きたいんだけどね、これね。どうだろうな、新兵さんなんか結構やるしね。あ、うまい、勝ってるでしょこれは。中からうまい。あー、やられたか。15キロ、あと5キロぐらいどうにか行きたいなこれ。前押しが頑張ってどうにか行きたいなこれ。今度中でこのプレイヤーさんたち結構やってるね。さっきずっと中だったんだけど。あー、いた。結構手強いよ。うん、やるよ。ピューファイアオンライン、ピューファイアオンライン。ちょっとやばいな。よしよし、18キロ、勝ってるでしょこれは。入るんや、結構やるよこのこいつら。こいつらって言ったら変な言い方するんだけど。あお、20キロいったな。よしよしよし、やっぱ真ん中強いのやっぱりこれ。安定してるわこれ。最初結構接戦だったんだけど圧勝してるねこれね。分かった。よしよしよし、勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション。100対82でね勝ちました。お、サイン入ってるぞ。お、あ、俺じゃねえか。3位に入りました。よかった。よっしゃよっしゃ。これいいでしょ、ポップダンスを。今回の成績は21キル19です。比率 1.11、 アシスト1、スコア2275でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました。はい、今回使ったのはね大技なので、万能にアタッチメントはストック、拡張マガジン、ロングバレル、パークはオーバークロック、ハードワイヤー、ブラストサプレッサー、デッドサイレンス、ワイルドカードはメインガンファイター1&パーク3グリド、スコアストリークは HCXDUAV ケアパッケージ、スペシャリストはファイアブレイクでピュリファイヤーというカスタムでやっていきましょう。今回ね
YouTube にまだ一本も上がってない。メトロでねチームデスマッチをやってみたんだけどね、メトロ今回が初めてのね YouTube の投稿になるんだけどね、メトロ広いんだけど結構面白くてね、うん、で久しぶりに万能を使って、あ、この間も使ったんだけど、ブリッジのセーフガードに使ったんだけどね、万能やっぱ強いんでね、これサイトなくてもね、アイアンサイトでも全然いけるんでね、敵狙いやすいんでね、視認性高いんでね、このアイアンサイトも結構強いんで、で迷彩の方がこれね、ロングショットまで1キルもやってないんだけど、万能で5キルする、死なずに万能で5キルする、5回、5回中3回やってるんで、あと2回やればいいんでね、5キルを死なずに5キルあと2回やればいいんでね。でファイアブレイクもやっぱ強いんでね、ピュリファイヤーね今回使用したんだけど、でゴールド迷彩もあのヒーロー装備、頭部ボディ両方とも出てるんでね、かっこいいと思います。今後もねあのメトロのプレイ実況動画もね多く上げていくんでね、よろしくお願いします。はい、今回はね万能&スペシャリストでファイアブレイクのピュリファイアでメトロのチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。